宿儺の反転の制度っておかしくね？に対する読者の反応を見ていくぜ。死んで時間経ってからでも蘇生できる宿儺の反転の制度っておかしくね？獣医の王だからな。まだ死んでないって言ってたからどっちかってと虎杖の体がおかしいんじゃない？獣医の王と呼ばれるゆえんだろうね。規格外の天才なんだろうな。というかここまで宿儺やべえなら元？の宿儺どうやって死んだんだろう。さすがの宿儺も王には勝てなかったとか？失恋でショックし、これで伏線回収だ。それと宿儺がなんで打点と呼ばれてるのか気になる。悪魔ならわかるがなんで打点なんだろ。でも不死ではないのが確定してるのが希望だな。賢者宿儺側は虎杖側の呪術師全員殺さないと死滅回遊終わらせられないから、パンダとかは隠れてた方が良さそう。宿儺さんは魂の扱い方も学んじゃったらしいから、まあそもそも心臓なくても生きられる化け物であることには変わらないしな。いや心臓なくてなんで問題ないんだよこいつ。肉体術式魂だし、術式極めすぎて肉体にも異変が起こった間に近づいたとかそんな感じなんだろうか。即身仏見た感じやっぱ宿儺の顔って左右対称じゃなくて仮面つけてた方はぐちゃぐちゃだよな。確実に悲しい過去あるだろ。顔もだけど腕4本もあってよく生まれてすぐ間引かれなかったな。それとも、人工的に誰かが両面宿儺を再現しようとしたんだろうか？五条以外で賢者宿儺倒す、どっちか一人でも無理ゲー。五条が出てきて二人とも倒す、他の奴らなんだったのってならない？特に味方側の死滅回遊に動いてた理由の半分近くが伏黒姉妹の救出だったのに積み木も死んだし。そういや賢者が理科のことを獣医の女王と呼んでたな。まさかストレートに五条が倒して終わりだと思ってる人いるの？宿儺に大ダメージ与えて死にそうな気がする。待てよ、虎杖が兄弟を取り込めるなら伏黒も扇たちを食えば呪力増えるんじゃ。打点山についての詳細は天使の解説待ちだな。天元があんな状態だし戦力としては数えられなくなったけど生き残ってくれてよかった。肉体は完全に賢者の支配下にあるが心までは支配できないんだな。はかりの腕がパンダのとこに落ちてくる場面あったから回収してたのかもしれない。それでくっつけたとか。宿儺殺せなくてなんとか呪物化させた宿儺を虎杖が食って死刑執行して終了ってのはさすがに少年誌だしないよな。虎杖が呪物食っても呪物パワーが無効になるイメージしかなかったんだけどパワーアップできるの？宿儺が規格外すぎて完全に抑えることしかできなかっただけで、本来は呪物取り込むと強化されてく体質なのかもね。賢者のことだし、下等の肉体が手に入ってなかったら成長した虎杖を自分の肉体にする計画立ててたのかも。来週に五条復活して伏黒助けるぞって見開きありそう。五条のように、それくらいしてくれないと。終わりが近づいてきたな。わざわざ犬巻連れてきてるから多分役割がある。宿儺を犬巻に一時停止させるのかな。しかしここで一人足しぬのは伏黒と思われてたのが完全に助かるフラグが立ってしまって。伏黒が復活するなら足しぬかもしれない仲間は誰だ？宿儺に融合されたまま伏黒が自ら宿儺と心中するかと思ってたけど、結局そうなるのは虎杖なのかな。宿儺を止めようとしたら犬巻の頭爆散しそう。犬巻ごときじゃ宿儺どころか賢者も止められそうになくて草。呪言を使っただけで死ぬだろ。二軍どもはおとなしく皆で裏埋めでも相手にしとけ。反転のレベルが一番高いのは宿儺だよね。今回の話からしても技術的な部分で宿儺がトップってのは揺るがなさそうだな。殺戮楽しんでる奴が一番反転の才能あるの皮肉聞いてて好きだわ。作者の4人のうち1人死ぬか1人生き残る発言がまた狂わせるね。そしてわざわざ集合させられたメンツたちも怖い。虎杖が死ぬのはふさわしい。美味しいところで火車も参戦するんだろうな。今のところプレイヤーに呪今年いないところを見ると、優秀な能力ではあるが特級クラスにはなれない能力っぽいね。むしろ特級クラスの呪今年と書いたらこの世が終わりそう。つまり本家の呪今年使いより使いこなしてる乙骨パイセンはやはりチートだった？考えすぎかもしれないけど賢者は五条が天使の手によって解放されるの想定してないのありえないと思うんだが、裏門を無理にこじ開けると目に縫い目あるし目が犠牲になるとかないよね。片目だけでも陸眼失うだけでだいぶ弱体化するからその五条になら勝てる計算込みとか？前から放置してのはおかしいって言われてたから。なんかあるかもの予想はされてるよ。火車とか今後再登場しても石氷同様悲惨な目に遭うと思う。五条が生きてるかもわからんよな。賢者がルール追加してた時に、
いきなり小金がルール追加五条悟を死滅海流に参加させるって言って賢者びっくりさせて欲しかった。五条死んでるのはダークな展開でめっちゃ好みだけど、キャラ人気感が見るとさすがに死に方雑すぎるからないな。操られてる分際でくっそ偉そうに腕組みしてる親指くさ。俺も思ったシュールだわう。まだ自我が残っててくさ。まだでも五条は確実に死ぬよな、そんな予感がプンプンする。五条死んではないけど弱体化はしてそう。そんな回りくどいことしなくても上界壊せばいいじゃんとか、いろいろやけになってないか天元。賢弱と宿儺のどちらか縛り破ってペナルティ食らうとしたら賢弱の方が確率高いのかこれ。縛りを破って破滅するのは絶対あるだろうな。なぜならどうなるか作中で前例がないから。縛りを破ることで降りかかるのは樹衣そのものだろうから賢弱か宿儺の末路になるだろ。でも乙骨いたどりの心臓を刺すと同時に反転かけて一瞬で生き返らせるってことしてるから、反転の難度がどれほど生命に関わる気づかによって上がると仮定するなら腕生やすのはできそうなんだけどな。そうじゃないってことなんだろうけど。これ乙骨がすごいだけじゃなくて板取りの耐久力もすごいせいでうまくいったのかもな。板取りと乙骨の伏黒救出案ってどんなのだろう。五条が復活してから詳しく説明すんのかな。喋る親指とかいうただの悪口。五条はやっぱりパパクロとのマジの泥臭いやり合いが一番好きだったな。ヘラヘラ余裕の五条じゃなくて、あの時は追い詰められて焦る場面が見られたし、でも伏黒がひどいことになってるのにいつもの調子でじゃんって現れたらムカつくなう。イタドリは忌み子にある呪物全部食ってパワーアップするだろうけど、パワーアップだけして終わりなんて虫のいい話があるわけないから、代償が返ってきそうやな。寿命が縮むとか、魂が輪廻せずにこの世に縛り付けられるとか、死後獣医となって苦しみ続けるとか、何にせよ、イタドリはろくな死に方せんやろな。呪霊の発生を抑制する上界って思った以上に日本の守りのようなんだな天元。抑制してあれかよとも思うけど。西宮と話してるのってミワちゃんか？いろいろ匂わせあったけど強くなったんだろうか。これは最終決戦ですな。乙骨に期待。そういえば、イタドリは指直ったのかな？ミワちゃんとか戦力にならんでしょ。パンダも犬巻も瞬殺されそう。まあ呪物食って呪われるのはありそうだけど、食わなかったら宿儺に殺されるだけだしな。どうせ殺されるなら少しでも道連れにできる方を選ぶだろ。宿儺の研究記録ってイタドリが読んで理解できるの？解説役に登道必要じゃない？もし人間が呪物を取り込みまくった結果が宿儺だったら、イタドリも最後は宿儺になるのかな？宿儺が出した時に化け物みたいにされたぬえとか、なんやこれ？にされた玉犬とか早く元通りにしてあげて。とはいえ、伏黒のポテンシャルでは強化できないってことなのか？まあ窓かも伏黒が出してほしいよ。窓か何気にすごい能力あるみたいだし。五体満足で出てくる気がしないんだよな裏もんだし。